て、まあ、もちろん返還するべきだとお考えだと思いますけれども、はい、私たちは原爆症の実現の中にはオスプレイの配備撤回、それから普天間基地の閉鎖返還、さらには辺野古の新基地建設は反対ということで、きちんと言っています。だから佐喜眞さんだけが言っていることではなくて、私たちももともと世界一危険だと言われている普天間飛行場は閉鎖返還が数字だと、しかしそれを結局戦争でこの場所を取り上げた側の人たちが返してほしいんだったら、取り上げた分の別のものを作れっていうのは盗っと武田家知りとしか思えないんです ね。しかも戦後じゃないですか。そうなんです、戦争中じゃなくて広げていったわけですから、ね、50年代の話でしょ。むちゃくちゃな話ですよ ね。だからそれを考えると、うん、佐喜眞さんが普天間のことだけを言うのは宜野湾市長という立場だったらそれは最優先だったと思います、うんうん、宜野湾市民の生命財産を守るという立場からね。ところが県知事は県全体のことですから、そうですね、辺野古に持って行って、じゃあ辺野古は安全なのかと、あとは証明できるのって言っても、彼はいやそれを作ってみないとわからないとしか言えないはずなんですよ。そうでしょ、作ってみないとわからないものは作らない方がいいに決まってるじゃないか。つまりもうすでにアメリカはですね、今までの、普天間の代替施設を作ったらそこに移るという考え方から、佐古合意の時には司令部と司令部の家族を含む、まあ、1万何千人かを、もう撤退させると言ったんですが、2010年だったと思いますけれども、その時には家族、司令部と家族ではなく訓練部隊をもう移転させるというふうに切り替えちゃうんです。しかも辺野古移設と切り離してこ の、 あのローテーションは実行するんだということを発表してるわけなんですね。つまりもう辺野古なんか必要ないと、作ろうというんだったら作って構わないけど、アメリカはもう必要ないというふうに言ってるわけですよ。それを元にして本来なら政府は交渉するべきなんですが、そこまで積み上げてきた防衛省や外務省からすると積み木崩しをするのは嫌だということがはっきりしているわけですね。それによって、結果的に鳩山総理は偽造文書で、ごまかしの文書でね、はい、それでもう追いやられてしまうと、CH46 は行動半径が小さいので県外に持っていくことができませんと。しかしその時点ですでに、行動半径が航続距離3倍か3倍になるオスプレイに変わるということは分かってたんです、防衛省は、実は、ということは県外に持って行っても問題ないねということが分かっていたにもかかわらず、 CH46 という交代させられる機材の話に置き換えている。しかもそれは日本は文書を作ったけど米国に確認したらこんな文書ないと、ないと、ね、僕は子どもの貧困問題は家庭全体の要するに収入の問題にもつながると思うんですね。そうすると、ではそこのお父さんお母さんの雇用はどうなってるんだろうとか、あるいは、その勤めたりしてる会社の状況はどうなってるんだろうとか、そういうことを考えると 99% が中小零細企業の沖縄県内で、中小零細企業がそういう方々の給料をきちんとお支払いする、あるいは給料ベースアップできる体力をどうつけていくのかっていうことは、僕は行政にとってとても大きな責任だと思います。家庭の環境が良くならないと、子どもたちの貧困は解決できません、子どもそのものが貧困であるわけではないんです、ということはその環境の影響はどこに生じているのかということを見て、それをサポートしていくのが本来一番重要な子どもの貧困対策だと思うんですね、その最たるものが民主党時代の子ども手当だったんです、なるほど。社会は簡単に給料を上げられない、しかもリーマンショックのあと2009年ですから、これは簡単に世の中でさあ子育て頑張ろうと言ってもダメだと、まずは社会が責任を持って子どもたちを安心して育てられる家庭環境を作ろう、そのための予算は国が最低限の責任を持とうという、社会基盤を立て直していくための大きな政策判断だったんですね。ですから例えば、まあ、ベーシックインカムもそうですけども、例えば沖縄県民一人に月1万円ずつ払いましょうって言った時に、お一人に12万払います。それを144万県民に12万ずつ払って、じゃあその財源をどうするのかというふうなことになった場合、その財源を保証できる今度は収入の政策を立てないといけない。でもあながちそれは収入の政策がうまく配分をすることができれば、沖縄で日本で初めてベーシックインカムを成功させることができるかもしれないということもあるわけですね。まだそれは私の政策として書いてるわけではないんですが、ただ本当に子どもの貧困を解消しようと思ったら、そのぐらい大胆ないろんな考え方を検証していく必要があるだろうというふうに思います。